ウェーベルンの四重奏曲なんですけども、この曲はですね12音技法という、スタイルで書かれています。12音技法っていうのは何ぞやというふうに、初めてお聞きになる方もいらっしゃると思うんですけども、ピアノとかで見ますと1オクターブの中に12個の音があります。でその音に平等性を与えて、一つの順番に出てくる1回ずつ順番に出てくる音列を作ります。でその音列をもとにその音列をこう 反転させた反抗形とか、あとその逆からいった逆光形の反抗形みたいなのをいろんなのを作りまして、でそれを使って作曲をするんですね。で、厳密にもルールがあって、その順番を飛ばしてはいけないとか、同時に音が鳴るのは OK なんだけども、
順番を勝手に飛ばしちゃいけないっていうのがあって、その組み合わせでスタートの音が変わるとその 音列をそのまま、要するにこうスライドして高さをスタ開始音を変えて音列 の関係は同じにしてっていうふうにするとすごくたくさんの列ができるんですね。でそれを組み合わせて曲を作るんですけども、中心になる音がない、つまり、波長調とかそうい こう調整がなくて、終わる音がないっていうのがものすごくこう演奏者にとって不安を煽ります。で、音符の数はそんなに多くないんですけども、こう見た目よりも演奏が非常にこう困難な印象があります、まあ、その演奏してみての感想なんですけど、でやっぱりこうそういう何か普通の音楽ではないものを表現している、そして、我々はこう演奏しながら何かこうそういう本来持ってる音楽のそういう歌で歌っていうかそういう部分を何かこうつい演奏しながら探しちゃうんですよね。でそういうこう何か片鱗なんかかけら断片みたいなのが出てくるとそれにこう何かすがるようにして次に演奏していくっていうような、演奏の、まあ、練習をしながらそういうことを感じながら、練習いたしました。で、まあ、そういうのっていうのはなかなか音楽ができない今の時期にこう少しでもこうそういう音楽を求めたりとかそういう気持ちになんか似てるんじゃないかなっていうふうな気もいたします。まあ、あのもちろんあのリモートとかでそういう演奏とかはできると思うんですけど、生で演奏する難しさみたいなものを、まあ、ずっと感じながら、今日まで来て、でそういう演奏の練習を通じてその音のそのつながりというかそういうこう歌的なあのものをつい求めてしまうその演奏家の差がといいますかですね、そういうのを感じながら、やってまいりました。ということでちょっと耳に馴染みがないそして不安な感じがするかもしれませんけど、まあ、それも一つの表現、そして、まあ、何か言いたいことがあってこういう曲を作ってるんだなということを感じながら聴いていただけたらと思います。